そもそもラオウというのはどういう男なんだ？ラオウ、確かに奴は強かった。いや、強すぎた。そして奴の野望も、奴は失われた北斗の男だった。ラオウ、北斗神拳を何に使う？知れたこと。己のためだ。それで何を目指す？天！この世に生を受けたからには、俺は全てをこの手に握る。そんなことは神が許さぬぞ。ならば、神とも戦うまで。そして戦争が起こった。今や世界はラオウが望む時代になった。村だ。行こう。あそこなら車が手に入るかもしれん。おい、どうした？一体誰がこんなことを。新交代が。で、奴らはどこへ？西の方角へ。西。アイリのいる村の方角だ。ケン、俺は村に帰る。残してきたアイリやリンが心配だ。来るべき時が来た。ラオウ、ついに動き出したか。北斗七星の横に寄り添うように光る星、またの名を七星。あの星が見える者にはその年のうちに死が訪れるという。あの星をこうして見つめる時が来ようとは。どうしたんですか、時さん。何か考え事でも？いや、あなたと話していたらユリアのことを思い出してしまった。私に似ているというユリアさん、どんな人？私がこの世でただ一人愛した女性だ。いや、私だけではない。あのラオウ愛するがゆえに見守る愛もある。天、神、時さん、そしてラオウ。ユリアさんを知る男性は全てユリアさん。私じゃかなわないな。でもいいんだ。私はあの星で、あの北斗七星の横でひっそりと光って、あの小さな星で。見えるのか、あなたには。あの星が。ええ、はっきりと。ケン、レイは？アイリと子供たちのいる村に向かった。逆らう者には地位あるのみ。
たちの首を持って帰れば剣王様もさぞやお喜びになるだろう。足跡を見て、馬の蹄の跡だわ。それも象の足ほどもあるわ。こんな馬にまたがる男は一人しかおるまい。ラオウ。じゃろ、水でもおあがんなされ。おい坊さん、その水飲んで。いいえ、私はさっき飲んだばかりで。いいから飲んで。バット、どうしたんだ。レイ、村が剣王信仰隊という連中に。早く、いや、アイリさんが。ダメ、すぐに見つかるわ。私たちは心をなくして人形として生きるしかない。アイリさん、そんなことを言ったらダメ。私たちが希望してたらどうなるの。私たちには希望しかないのよね。信じるのよ。いつか必ず明るい明日が来るって。最後の最後まで諦めちゃダメ。ごめんなさい、偉そうなことを言っちゃって。私の方がしっかりしなくちゃいけないのにね。
ちゃんに教えられるなんて。アイリさん、出てきちゃダメ。誰かいるのか。ここに一匹残ってますぜ。剣王様に忠誠を誓ってもらおう。もし嫌だと言ったら、あの上で黒焦げになるまで踊ってもらうことになるわな。さあ、どうする。誓いません。あなたたちのような悪魔には絶対に従いません。私は悪魔には従わない。たとえどんなことがあっても、悪魔に屈したら人間じゃなくなる。そう剣は教えてくれたもん。お嬢さん、手を貸してあげようか。人の皮をかぶった悪魔め。you
様がレイか。なんと水長剣、楽しませてもらった。ならば、貴様にも俺の神髄を教えてやろう。レイ、やめて。その人と戦っちゃダメ。心配するな。俺は戦うことでしか剣やお前に借りを返せない男だ。一つだけ聞こう。奥と七星の横にある星を貴様は見たことはあるか？ある。そうか。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。何？降りるのか？もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらぬ。ならば馬ごと死ぬがいい。何？ラオウは手綱を握ったまま動いていないだぞ。貴様が見たものは俺の闘気オーラだ。貴様はこの俺に近づくこともできんのだ。ならば余計に貴様をここで倒しておかねばならん。なんと究極奥義、なんと総裁権。愚かな。神はすでに貴様に死を与えていたのだ。うわあ。ロウ。ケンシロウ。その甘い性格でよくぞ今日まで生き延びてきた。それだけは褒めてやろう。だが情に流される者はいずれ必ずこういう運命をたどる。うん。レイ、なぜ俺を待たなかった？あのレイでさえ触れることができずに、あの男はダメだ。この顔が死にゆく者の顔に見えるか。大丈夫だレイ。貴様にも聞こう。北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか？ない。それがどうした？ふん。ではまだ俺と戦う時ではないということだ。おい、どこへ行く？貴様とはここでケリをつける。図に乗るな、ケンシロウ。この地、俺は今日までこの地を闘志に変えて生きてきた。貴様のオーラは俺の血が破る。だけでここまで怯えさせた男、望み通り相手をしてやるわ。貴様の成長とくと見せてみよう。死をもって見届けるがいい。バカめ、今が夜ならば貴様の目には調整がはっきりと見えるわ。
四郎ではない。今から降りるがいい。愚か者が、貴様命を助けられたのがまだわからんのか。この矢を何者かが放たなければ貴様は死んでいたのだ。剣、待つんだ。その男には3日間の命を与えた。すぐに殺しては俺の恐怖は伝わらん。だが3日間の命を与えられた者は3日間死の恐怖に怯え、嘆き、そして悲しみ抜くのだ。その恐怖はやがて伝説となる。そしてこの剣王の名を絶大にする。その男も飛行神経衆をついてやる。3日後、全身から血を吹き流して死ぬことになる。ケン、今のお前ではラオウにはかなわん。絶対に奴に勝てぬわけがあるのだ。ケンシロウ、貴様はまだ己の剣の質を知らん。俺が恐れたのは唯一、時の剣だけだ。急ごう。ケンシロウはまだラオウと戦う時ではない。激流を制するは制する。激流に対して激流で立ち向かって飲み込まれ砕かれるだけだ。マミヤさん、下がってなさい。蓮と剣が向かった村から煙が。急ごう。剣士郎はまだラオウと戦う時ではない。激流に対し激流で立ち向かっても飲み込まれ砕かれるだけだ。貴様は剣王様に見込まれた男。貴様など撃ち殺してくれるわ。うれ、半人前の技では私は倒せない。お前は時間稼ぎに利用されているに過ぎない。見ているがいい。皆さん、相手によってはこういう剣もある。
天使郎のもとへ急ごう。マミヤさん、胸に叩き込んでおけ。お前はこの時代に必要な男、リンやバット、みんなのために生き続けなければならんのだ。もう気負ったか、ケンシロウ。命は投げ捨てるものではない。レイは、やがて来る己の死すら忘れ、お前の身を案じている。レイは、お前に全ての夢を託している。男の心を無駄にしてはならぬ。お前は生きて、この時代を見届けねばならぬのだ。だが、たとえ 99% の勝機はなくても。いや、今のお前には、残り 1% の勝機もない。好機とは、非情の血によって生まれるもの。お前も、シンやジャギとの非情の戦いの末に、闘気をまとうことになる。だが、ラオウとお前とでは、非情さが違う。ラオウは、我らが妖婦、龍剣王もその非情な手にかけた。バカな、病死ではなかったのか。どうしても行くつもりか、ラオウ。伝承者がケンシロウと決まった今、ここに残っても仕方あるまい。ならば北斗神拳を捨てるがよ。言ったはずだ、俺は天を握ると。捨てる気なら貴様の養子になど最初からならぬ。一子相伝が北斗神拳の掟、お前の剣を封じなければなるまい。北斗神拳奥義、姿勢転身。これは龍拳の動きは北斗七星の動き。北斗七星がなぜ西を司る星と言われるか教えてやろう。人間の動きの中に7つの四角がある。その四角をたどれば北斗七星の形となるのだ。殺しはせぬ、その拳だけ二度と使えぬようにするだけだ。こんな時に神は俺に運を与えた。やはり神はこの俺と戦いたがっている。今一度、神よ、一瞬の命を。死ね。時が現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。下がっていろ、ケンシロウ。見ることもまた戦いだ。私の剣、私の戦い方はいずれ必ず。
お前の役に立つ時が来る。飛行新探柱をついた。お前の体は私の声がかからぬ限り動かぬ。時やめるんだ。北斗神拳の戦いに2対1はない。お前は北斗神拳の正当な伝承者であることを忘れてはならぬ。死を覚悟している。時の死によって剣に何を伝えようというのか。行くぞ、ラオウ。ラオウではない、剣王と呼べ。今や天を目指す、俺の剣を見せてやるわ。龍拳も貴様も俺を倒せる腕がありながら老いと病に果てる。トキ、貴様はきっと視聴生を見たのであろう。しかし貴様への死の使者は病ではなくこの俺だったのだ。動かぬのだ。ドキ、飛行幕から俺を解き放ってくれ。ドキは動かぬ。ドキは己の信念のみに死ぬ男。なぜ今剣を解き放てば確実にラオウを倒せるのに。始祖伝の北斗神拳、1800年の歴史は俺たちの思うより遥かに崇高で重い。それの時は剣に死をもって教えようとしている。もう俺の剣を流すことはできぬ。貴様は自分の剣を封じられたのだ。俺はただ待っていればいい。病の貴様の体が流血に耐えられなくなるのをな。ケンシロウ、どうやらここまでのようだ。私の死を糧として伝承者の道を歩むがよい。やめろ。見切った。
時の命もらった。やめておけ。そんなもので俺は倒せぬぞ。マミヤ、やめろ。ボウガンなど役に立たん。北斗神拳には西真空派がある。矢を放った人間にその矢が返ってくるぞ。でも今戦えるのは私だけ。よかろう、撃ってくるがいい。やめろラオウ、やめてくれ。その女だけは殺さないでくれ。エイ。おう、貴様、この女を。そうだ、その女マミヤは俺に愛というものを教えてくれた。たった一人の女だ。ありがとう、レイ。あなたのその気持ちだけでこんな時代でも生きていてよかったと思う。マミヤ、お願い、ケン、動いて。ケンがいなければちっぽけだけど小さな光が消えてしまう。まあ、トキの飛行箱を破ったのか。ケンシロウ。破ったのは俺の肉体ではない。あくまでも人間として生きる汚れなき心、心が飛行を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく創世だ。倒される剣王ではないわ。この地を北斗神拳1800年の終焉の地としてくれるわ。ラオウ、貴様は己の命さえ握ることはない。もう止めません。むしろ剣に召し上がる戦いを見てみる。肉体を支配するは魂。北斗神拳の真の奥義はそこにあるはず。
昔のラオウだったら倒せていたものを。終わった！剣王の伝説は終わったんだ！剣王の帝国は崩壊した！ラオウ、今は去れ。相打ちはお前も望まぬだろう。剣王、今日が終わりではない。今日が貴様と俺の戦いの始まりなのだ。俺は天をつかむ男。俺は俺の帝国を築くまでは決して死なん。俺は剣王。剣王は決して膝など地につかぬ。部下は去り、残されたものはあの馬のみ。奴もまた孤独。